どうも、ふなしゲームズふなしです。今回はディビジョンライバルズの報酬受け取ってパック引いていきたいと思います。で、最初の週なのでディビジョンライバルズの報酬ちょっと説明すると、木曜日の5時かな4時か夕方4時にもらいます。で、ディビジョンライバルズはスカットバトルと違って、報酬選べます。この3つから選べて、おすすめはもちろんコインです。6万5000コインとかもらえるんで、コインもらった方がいいです。パック引くよりね、6万5000コイン2週間やったら1万12万コインだから、結構な選手買えるよね。これが一番おすすめだけど、その次におすすめはやっぱパックかな。やべ、トレカの方ね。トレカの方のパックはおすすめです。レア選手パックもあるんで、当たれば6万コイン超えは来る可能性、どんぐらいある？ 10% ぐらい。コインよりも、コインで受け取るよりもコインが増える確率としては 10% ぐらいかな。メガパックもあるからワンチャンあるかな。で、オプション3、こっちはね、受け取らないでください、絶対。トレフカ、2つずつ引けるとはいえ、トレフカなんで、自分のスカットに入んなかったら、ただのゴミになるだけなので、このオプション3は全くおすすめしません。この左2つね、左のどっちか受け取るようにしましょう。で、僕はね、配信やってるんで、やっぱパック引きたいってのもあるんで、オプション2選んでいきます。それはイベント専用。いや、豪華だね。レア選手パック、メガパック、プライムゴールド選手パック。プライムゴールド選手パックっていうのがどんなパックかというと、どんなパック？プライムゴールド選手パック、12ゴールドで6レアか。これめっちゃいいじゃん。パック豪華だね今回。では、パック引いていきたいと思います。何からいくかな。メガパックからかな。レア選手パック最後に引いて、2番目プライムゴールド選手パック。今週の TOTW 当たりは誰だ？これだけ見させて。今週の TOTW 当たりはレバー、ケインでもいいね。10万。ハーランド32万。テオとかでもいい。10万ぐらい。サンマキシマン30万するんだ。サンマキシマン、ハーランド、サンマキシマン、レバー、この3枚いきます。メガパック、マクシマン欲しいな。ウォーカード来てくれ。見てないからな最近。うわ、メガパックでウォークアウト見とけば安心できたのにな。奥も行かない。奥すら行かない。ハンターありがたい。このバックの当たりはハンターですね。さあ、ではプライムゴールド選手パックいきます。すみません、ミリタオさん、製品版発売でミー7500以下になると思いますか？いやー、ミリタオ今いくらかわかんないけど、ある程度下がると思う。ミリタオレンジマです。あ、ミリタオレンジマか。ウーレイ来たこれ。で、下がんないんじゃね。まあ、レンジマだったら下がんない可能性ある。ではラスト、ごめん、一回 FUT 落としていい？昨日から流れ悪すぎ。
昨日も爆死したから3パック。そろそろ来てもいいんだけどな。レバー、ハーランド、サンマキシマ。一番欲しいのはテオだな。スカッと入るし。ではラストいきます。今日の放送の山場最後、奥行ってフェス砂場いきます。来た、オーカードあるよ。ドイツ？キャム？誰？あ、ミューラーかミューラー、いくら？ウパショー8200。そんな安い。裏も終わってるよ。なんか SBC で使われそうなのが出てるわ。何人目だろう、ウォークアウト。4人目ぐらい。あ、で放送というかプレフォーで引いたのだと2人目、3人目。いや、これは渋いなぁ。今、ドイツキャムの時点で誰がありえた？あたり。いない？もしかして。ドイツキャムの時点でがっかりすべきだったかなぁ。では。フレマガシク行ってきます。フレマガシク行ってらっしゃい。ロイスくらい？ロイス。あ、ハヘルツもいいんじゃん。ハヘルツ、ロイス。ハヘルツ、キャムだね。あー、この二人だったか。あー、まあ8200コインでもありがたいや。コイン選んでたら6万コインだったんだよね。終わった。ハヘルツ出ない？あ、出る。